ジェームズ・キャグニー、ジェームズ・キャグニー、ジェームズ・キャグニー、1899年7月17日から1986年3月30日は、アメリカ合衆国の俳優、本名ジェームズ・フランシス・キャグニー・ジュニア、ジェームズ・フラス、キャグニー・ジュニア、過去の日本では、ジェームズ・キャグニーという表記も使われた。1930年代流星を誇った、 ギャング映画スターの一人であり、ボードビル出身であることから、歌やダンスもこなした。小柄だが不敵な面構えとキビキビとした早口によって、強烈な印象を得、活力にあふれた行動派キャラクターを多く演じて、大衆から広く親しまれた。1899年、アイルランド系一家の次男として、ニューヨークに生まれる。兄弟のうち人は、生後もなく死亡し、 キャグニー自身も幼少期は大変態が弱かった。生活は貧しかったが、喧嘩っ早い父親としっかり者の母を中心に、仲のいい幸せな家族であったと、後年、キャグニー自身が改装している。コロンビア大学に入学したが、1918年に、父がスペイン風邪のために死亡すると、彼は、幼い定米を抱えた家計を助けるため、大学を中退しウェーターや、 図書館司書のアルバイトに勤しんだ。当時から野球やボクシングに打ち込むスポーツ青年でもあった。特にボクシングでは賞金が出る試合への出場を依頼されるなど確かな腕を持っていたようである。ただし、この試合への出場は母の反対にあって断念した。その後、より高収入を得ようと芸人に転職、ボードビルやブロードウェイの舞台に出演していった。なお、 彼の芸人としての初仕事は、コーラスラインの女性ダンサー役であ。1922年に所属していた、ボードビル一座の女優、フランシス愛称、ビルと結婚し、彼女と共に全米各地を巡業した。この時期には、同じく下積み生活を送っていたケイリー・グラントとコンビを組んだこともある。舞台、シナー・エス・ホリデーの主役に抜擢されたことから、 俳優としての活動が本格的に始まった。この舞台がきっかけとなって1930年に大手映画会社ワーナーブラザースに見出され映画界入りし、同作の映画版で映画デビューをした。1920年代後半から禁酒法の影響で蔓延していた密造主の利権をめぐってアルカポネに代表されるギャングたちの構想が 新聞やラジオで連日報じられていた。そのような社会の動きに目をつけたのが、キャグニーが所属したワーナーブラザースであった。同社は、エドワード・ジロビンソン主演の映画、犯罪を売り子、1930年を皮切りに、キャグニーや、ポール・ムニー、ジョージ・ラフトといった、個性派の俳優たちを起用して、数々のギャング映画を制作していった。 この流れからキャグニー主演で制作されたのが1931年の映画民衆の敵である。この作品でキャグニーは告白かつ凶暴なギャングのトム・パワーズを見事に演じて大評判となり一役トップスターの仲間入りを果たす劇中においてパワーズが食卓で丈夫の顔に半切りのグレープフルーツを押し付けるシーンは大変有名になった。以後ギャング映画の主役の一人として 冷酷非常なキャラクターを多く演じた。民衆の敵によってギャングスターとしての地位を築いたキャグニーであったが、それに飽き足らずコメディや西部劇など次々と新たなジャンルへ挑戦した。1933年のフットライトパレード主題歌シャンハイリルが日本でもヒットではボードビル時代に培ったダンスを披露し、1935年の真夏の夜の夢では、 シェイクスピアといった具合である。1935年の終わりには、ワーナーブラザーズを飛び出して、弟と共に独立系映画制作会社、グランド・ナショナル・ピクチャーズを設立して、グレード・ガイア、キャグニー・ハリウッドに行くなどを制作するが、工業的に振るわず失敗した。1938年、再びフルスのワーナー社に戻ったキャグニーは、 汚れた顔の天使に出演した。この作品では、処刑前にわざと臆病に振る舞って、少年たちのギャングへの憧れを断ち切ろうとする男、演じ、これまでの冷酷非常なギャング役とは一味違った、キャラクターを評価されて、ニューヨーク批評価協会賞の男優賞を得て、映画の代名も、本人の代名詞となった。その後もギャング映画、キャツは顔役だ。や、西部劇。 オクラホマキット、コメディ、イチゴブロンドなどで安定した人気を保っていく。その頃まだ無名だったハンフリー・ボガートは、キャグニー作品に悪役、仇役として品質しており、キャグニーにしばしば殺されていた。1942年にキャグニーは、ブロードウェイの父と呼ばれた、作曲家兼俳優の興行師ジョージ・エム・後半の電気映画、ヤンキー・ドゥードル・ダンディに出演する。 当初制作側のワーナーは、この役に、フレッド・アスターを考えていたようだが、キャグニーはワーナーを説得してこの役を得、見事なダンスと歌を披露した。第一次世界大戦中の愛国心と、アメリカンスピリットを称賛した、この映画は、第二次世界大戦中の世相とマッチして、工業的にも大ヒットを記録しただけでなく、キャグニーに最初で最後のアカデミー主演団優勝と、 ニューヨーク批評家協会の男優賞をもたらすこととなった。彼はこの映画を後の時点で最も好きな映画だった。中でも映画後半にホワイトハウスの階段をタップを踏んで降りてくるシーンが一番のお気に入りと語っており、ギャングスターとして名を馳せた彼自身がその時点では自らをソングダンスマンと称している。 その後は演技派俳優としても活躍するようになる。ラオール・ウォルシ監督の白熱1949年では、マザーコンプレックスで異常性格者の凶悪なギャングを演じたが、母親を仲間に殺され復讐のために脱獄し、ついには石油タンクに火を放って爆死するに至るまでの狂気すれすれな演技が観客を魅了する一方、その暴力描写の凄まじさは議論を呼んだ。 ただし、キャグニー自身はこの作品の演技に満足できず、翌1950年の同種なギャング映画、明日に別れの接吻を、を最後に、ギャング映画から遠ざかることになった。その後のキャグニーのギャング演技としては、1920年代の大歌手、ルース・ウェッティングの出世時代を描いた、情欲の悪魔、1955年で愛人のルースを、 芸能界に売り込むためレンテクダ繰り出した実在のギャング、マーティ・スナイダー役が挙げられる。ドリスデーが演じたルースに執着するキャグニーの演技も、また強烈な執念を感じさせるもので、当時存命であったスナイダー本人からも賞賛されたという。1950年代には他にも、軍隊物映画のミスター・ロバーツ、栄光なにするものぞ。 怪奇映画の先駆的俳優ロン・チェーニーの電気映画、千の顔を持つ男など、多彩な作品で、主演、助演の別なく、印象的な演技を見せた。最後の映画主演は、ビリー・ワイルダー監督の風刺コメディ、ワン、ツー、スリー。1961年で、当時冷戦最前線の西ベルリンを舞台に、コカ・コーラ社社長令嬢が、社会主義者の同意青年と恋に落ちたことで騒動に、 振り回されるコカ・コーラ西ベルリン支店長をコミカルに演じた。ワイルダーは撮影中、キャグニーが簡単な説明だけで監督の演出意図を素早く理解し、常に的確な演技を見せたことで、そのプロフェッショナルぶりに簡単させられたことを自助伝で語っている。1967年にアリゾナの勇者のナレーションを最後に引退を発表。その後は、 ラグタイムに特別出演して、警察署長を演じた以外は、故郷ニューヨークのスタンフォードビルで50年以上で、沿った妻と共に悠々自適の生活を送っていた。1986年3月30日心臓発作の試し去。86歳。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。